3人目はタチアナ・ナビエワ、今飛んだムスタフィナと同じ15歳、この選手も今年世界選手権シニアデビューを果たしてきます。この選手はしかし2回半ひねりを予定していますが、はい、注目です。どうか、2回ひねりに収めてきました。はい、練習では2回半まで練習して、しかも着地まで決めていたんですが、今日は団体戦ということもあって、はい、2回ひねりで収めてきました。2回ひねりだと技の難しさを示す D スコアが 5.8、 これが2回半ひねりになると 6.5 といきなり 0.7 上がります。はい、それほどやはり難しい技なので、はい、本当世界を見てみても2回半を挑戦する選手はほとんど見られない大技です。はい、しかしこれでロシアの選手は3人とも2回ひねりを行ってきました。日本の選手はほとんどが1回半ひねりを行ってきますので、Dスコアの基礎点だけで 0.5 違ってきます。ロシア3人とも跳馬が終わりました。タチアナ・ナビエは 14.950、 Dスコアは 9.150 と、後の選手に響く可能性が高いので、続く選手、頑張ってほしいですね。ロシア跳馬3人の跳躍が終わって 44.300 という数字です。3人ともユールチェンコ2回ひねりを飛んできました。日本の